1932年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1929年の株式市場の崩壊と世界恐慌の影響が国中を厳しく覆った中で行われた。現職大統領で共和党のハーバート・フーバーの人気は、有権者たちがフーバーでは、経済の崩壊を回復できず、禁止法もうまく扱えないと感じるにつれて、加工していった。 民主党のフランクリン・ルーズベルトは、フーバーがこれらの問題に処せなかったことが、自分の選挙運動のための綱領に利用できると、考え、ニューディール政策と呼ばれる改革を公約した。ルーズベルトが、どのようにして、事態を変えられるかについては、はっきりしていなかったが、ジスベリ的勝利を得た。この、時代を隠した選挙は、第四政党制すなわち、 進歩主義の時代の崩壊を告げた。有権者たちは、まもなくルーズベルトのニューディール連合に支配される、第五正党制に組み込まれることになった。民主党の指名候補者1932年の春と夏を通じて、ニューヨーク州知事フランクリン・ルーズベルトは、民主党の指名を得る、有力候補と見られていた。しかし、 1928年の大統領候補者だったアル・スミスがマサチューセッツ州予備選でルーズベルトを破るなど予期せぬ挫折を味わった。それでもシカゴで民主党全国大会が始まった時ルーズベルトは他の候補者全部を合わせたよりも多くの大議員病を集めるものと思われていた。しかし3分の2ルールのために 多くの対抗馬はルーズベルトが指名を得られないことを期待し、そうなれば、後の投票で大議員たちが自分たちに目を転ずるものと考えた。第1回目の投票で、ルーズベルトは対抗馬たちを大きくしのぎ、対抗馬の中ではスミスが最強だった。しかし、ルーズベルトは、指名を得るために必要な3分の2を得られなかった。次の2回の投票で、 ルーズベルトの獲得票はほんの少し増加しただけであり、そのマネジャーであるルイス・ハウとジェームズ・ファーリーは、もし次の数回で指名を得られなければ、その強さは、退庁して、他の候補に動いていくのではないかと心配になった。第4回目の投票が始まる前にファーリーとハウは、新聞王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストと取引し、ルーズベルトが、会員議長で、 やはり大統領指名候補でもあるジョン・ウェン・ガーナーを副大統領候補にするつもりだと流した。ガーナーとそのマネジャーであるテキサス州選出の下院議員サムレイ・バーンはこの取引に応じ4回目の投票でガーナーが指名候補から降りてルーズベルトを支持した。さらに元財務長官のウィリアム・マカドゥは8年前に自身の大統領への野望が アルスミスによって挫折させられたこともあり、喜んで、カリフォルニア州の票をガーナーからルーズベルトに変え、このことで4回目の投票の終わりには、ルーズベルトの指名に向けて、大勢が動くこととなった。民主党の綱領には、禁止法の撤廃が含まれた。共和党の指名候補者1932年が、始まった時に、共和党は、強行の最悪の時は過ぎたと期待した。 いずれにしても、ハーバーとフーバー大統領は党を支配していた。知名度の低い元上院議員、ジョセフ・フランスがフーバーに対抗して予備選に出馬したが、ほとんど相手にならなかった。フーバーの予備選での勝利は二つの事実で強化された。一つはフーバーが、フランスの出身州であるメリーランド州予備選でも勝利したこと。二つ目は、予備選で、 共和党全国大会の大議員がほとんど選ばれなかったことだった。共和党全国大会における、フーバーのマネージャーはしっかりとした管理を行い、国の行方に関する心配表明を許さなかった。フーバーは、第1回目の投票で大議員の98%の票を獲得して、大統領候補に指名された。共和党の農政族と、 極端な高下支持派は、議事進行係を妨害し、副大統領、チャールズ・カーティスの再指名に反対する投票を行った。カーティスは大銀病のちょうど55%を得て、指名された。ルーズベルトはそのハイドパークにある辞書から、民主党集会まで危険な飛行機旅行をした後に、個人的に指名を受けた。その歴史的な演説の中で、私は、 あなたたちに誓う。私は自分にも誓う。アメリカの人民のために新しい方法を行うことをと述べて、ニューディール政策でアメリカの大強行と自ら戦うと宣言した。ルーズベルトのシカゴ行きは選挙における変化を与える候補者として登場させるために仕組んだいくつかの成功を収め、前例を作る動きの始まりだった。 ルーズベルトが国中を回ると大群衆が出迎えた。その選挙下は幸せな日々がまた現れるであり、アメリカの政治史の中でも最も人気のあるものの一つとなった。対照的に、フーバー大統領は大恐慌のために大きな非難を浴びた。フーバーは2年間以上にわたって最悪の時は去ったと宣言してきたが、経済は下降線をたどるだけだった。 フーバーの大衆に向けた選挙運動は悲惨なものとなり都市の道路を通行中にしばしば物を投げつけられた。その演説ではルーズベルトを税金を上げ過剰な福祉と生活保護の計画に払う国債を増やすことで不況を悪化させるだけの危険な急進派として攻撃した。しかし失業率は33%にも達しその批判は 大衆の注意を引くことにはならなかった。投票は1932年11月8日に行われた。メイン州は9月に別の州単位の選挙を行った。1932年は最高制の選挙だった。ルーズベルトと民主党は、フーバーと共和党に対して圧倒的な勝利を挙げ、アメリカ合衆国会員では議席を伸ばし、上院では多数党となった。 12年間続いた共和党の治世は終わり、その後の20年間に及ぶ民主党のホワイトハウス支配が始まった。1932年まで、1860年のエイブラハムリンカーン大統領選出以来、共和党は過去72年間のうち56年間大統領を出し続けていた。1932年以降、 民主党は36年間のうち28年間大統領を出し続けることになった。その後の1968年の大統領選挙で共和党をゼットする新しい枠組みが作られた。ルーズベルトが獲得した票は1928年のアルスミスより800万票近く多く、増加率は52%だった。 フーバーの一般選挙における得票は1928年より26%減った。さらに、弱小政党への票が劇的に増加した。社会党は230%増加し、共産党は121%、禁止党は305%、社会主義労働者党は57%増加した。フーバーが17.76%差で敗れたことは、今日まで、 現職の大統領としては、1912年のウィリアム・タフトに次ぐ2番目に大きな得票率差による敗北となっている。青字は民主党、赤字は共和党が勝利したことを示す。得票率差5%未満、コネチカット州、1.14%ニューハンプシャー州、1.43%ニュージャージー州、1.90%デラウェア州、 2.44%オハイオ州2.85%マサチューセッツ州4.00%得票率差5%以上10%未満ペンシルベニア州5.51%ミシガン州7.92%カンザス州9.43%ありがとうございます